ゃん。ポン酢でーす。ちょっと見えてないよ。かわいい。かわいすぎるでしょ。いつですか？だって5歳？5歳かな。年だったらなんかポン酢のお部屋にシールを1枚貼ってるんですけど、5枚貼ってあるから5歳かな。歩いてった。ブル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 。おいで、おいでって言うとちゃんと来る。よいしょ。ああ、端っこここにいる。ダメだ。ポン酢って名前のワンちゃん結構いますよね、意外に。どこ行くの？いたー。ぬいぐるみみたいだって。知ってるよね。ポン酢の大ファンだって。ありがとうって。クール、クールだな。お手、お手、やだよね。今やりたくないよね。お手。仕方なく。お手。ポン酢お手。ポン酢お手。もう集中してません。ポン酢お手。お手。ダメですね。おやつ持ってきたらやってくれる。コロン。暑いんかな。だらだら。
ちゃんと映るところにいる。お手お手お手、かわいい。おかいあ伏せ。え、普段これしなくない？あんまりショールームって分かってやってんの？普段やんないですよこれ。あざといな。あざと。オスオスだよね。ポン酢ポン酢がここいるからこんな端っこにいるんだけど。おかわり。かわいい。お着替えする？ファッションショーするポン酢の。今からもうちょっとしたらじゃあやろう。かわいい。はあ、取れ高ワンコだって。これがポン酢のお手です。お手こうなの？ポン酢こうじゃない、こう。あー端っこいっちゃった。なんか眠いみたいです。ファッションショーする？やってみる？ファッションショー。あんまやりたくなさそう。気が向いたら言ってやろう。もう眠そう。こんな感じ。あー、かわいいよ。眠そう。今日昼ご飯にね、芋フライ食べようと思ってまたそしたら芋フライ屋さんがお休みで食べれなかったんですよ。前も帰ってきた時もフライお願いしたらお休みでやってなかった気がする。スーパーのお惣菜もあるんですけど、芋フライ屋さんのが美味しいんだよね。寝てるよ。その焼きそば屋さん、焼きそばもね、お肉入ってないんですよ。焼きそばの具材、芋が入ってんの。芋と何入ってる？芋しか入ってない。え、ハンバーグキャベツ芋とキャベツ芋とキャベツと紅生姜しか入ってないかも、あの焼きそば。あと青のりがね、450円だって。1個、まあまあするね。でもだボリュームあるから。お肉入ってないで450円か。町の焼きそば屋さんで、焼きそば屋さん多いよね結構ね。そこね、多いよね行列。そうなんだ。何、15分待ち？15年、15人待ち。ちゃんとよかった。どういうこと
どういう顔してるソースが有名なのかな。そんなことないか。お母さんオンで話していいよだってやだいいよソースがね、それどこの変な笑い方しちゃったあーこれはいつ買ったの。一昨日めっちゃ最近買ってる焼きそばソース電話来ちゃったやばい、家での笑い方しちゃったよ、さっき。あ、ポンちゃん、危ないよ。焼きそばソースだって、一昨日買った。商標登録、引き干し。見て。マジうまいっす。マジうまいっすが面白いね。焼きそばソース。なんで買ったんだろう。家で作ろうと思ったのかな。あ、でもここもやっぱ芋とキャベツだけだ。この焼きそばもマジうまいっす。面白いねすごい、100年伝統の味だって。本当ね、確かにめっちゃローカルって感じ。私も初めて見ました。初めて見た。群馬の B 級グルメ違うね。おやつ持ってこよ。危ないかな。危ない。うん、あげるから待って。待ってよ。危ないよ。ここ危ないからね。待って。お手おかえり。おお、えらいえらい。伏せ、伏せもできる。伏せはやめとく。お手、もうごめんね。よしとちゃん、もう食べたのお手ない。
セサリーどこにつけるのこの前美容室行ったらもらった。違うよ、違うよこれ。ああああああ。なんかなかったっけこういうのポン酢の。元気になってきたポン酢が。これさ美容室から帰ってきた時にポン酢がなんかここら辺についてたんですよ。それはポン酢食べようとしてる。ダメだよ。ああ笑った。少し前ですがショータイム見に行って初めてマリアさんを見ましたがとても良かったです。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、初めて見てもらえたんだ私。はじめまして。すごい読めない、読めるようになりたいな。おいで、嬉しそう。つけた。なんだっけこれ、アジサイ。いた。アジサイ、梅雨の時期に髪の毛切ったの。おほら、ポン酢。今週一番癒す時間だ、だって癒されてるってこと。ああ本当意外とやんちゃやな、だって男の子だからね。ポン酢のファッションショーしよう。ポン酢、自分の服大好きでこんな感じ。大根どれが欲しいの。大根かわいい、大根好きなんだ。はいどうぞ。これはお寿司、こっちだ。お寿司の、あこれも欲しい。お寿司 の、 あの前掛けみたいな。でこれはセーラー服の前掛けみたいなの。すごいすごい、俺だなって知ってるよ。これは鉢、あこれも俺のだね。すごいね、うん、分かった。じゃあどれから切る。鉢、鉢から切る。よいしょ。あーもうダメだ。こんな元気だったこの人って。これは、分かった分かった分かったから盗まないよ、誰も着ないから。
を手に入れてください。はい、切れた。はい。はい。羽もついちゃって。お気に入り。よいしょ。これが蜂の服です。セーラー服みたいになかったっけ、隙間みたいな。次これね、これはただの襟ねえ。はい、終わり。かわいい。あ、これ逆かな、こっちなんかな。セーラーかわいいね。でも一番私が好きなのはこの卵のお寿司です。ねえ、ねえ、危ないよ。あ、落ちちゃう、落ちちゃう。できた。ダメだ。もうどうやって切るの？よし、できた。はい、じゃーん、これだけです。これはアクセサリーかな、服っていうより。これが欲しいの。大根どこやった？はい、大根。はい、っていうポンズのファッションショーでした。めっちゃ可愛いこれ。こっちが表か。見てる見てる、分かった。と奪わないから。はいはいはい。おお。夏用にトリミングしてるのね。そうだね。坊主、夏坊主。どれが一番好きだった？洋服は
冬用がいっぱいあるから夏の服ってあんまないね。暑いもんね。冬はさ、ジャンバーみたいなのあるよニットみたいなのか。でも夏なのに毛布を使ってるんですよ、ポンズ。どこ行くのも毛布も。ダメだよ。お、そうか。で、私の部屋に置いてあったブランケットをね、ポンズにあげたんですよ。そしたらそれがすごいお気に入りになっちゃって、それをね、ちょっと持つだけでね、怒るの。俺のだぞって。誰が名前考えたんですか。私ですかね、多分昨日久しぶりに会った。何ヶ月かぶりぐらいにポンズに久しぶりに昨日会いました。喜んでましたよ。毎回喜んでくれる毎回オレションするの髪かわいいね。え、どっち？私？ポンズ？どっちですか？マリアは友達と思ってんのかな？そうかも。そうでしょ？私なんだと思ってる？おい、なんだろう。たまになんかこう寝転がってると最近顔すごい舐めてきて、顔の周りをぐるぐる回ってそういう風にしてくれるようになった最近。立場はどっちが上かな。だってポンズかな、ポンズが上かな。兄弟かな。ほら、エコン。なんか今は元気だけど眠い時はちゃんと眠そうにしてます、ポンズ。あ、でもいつもパパの足元で寝てることが多いかも。全く泣かないの。泣く。ポンズさんいつ泣きますか。人が来た時だって。人が来た時泣くって。人が来た時とか帰ってきた時とか家の前人が歩いてる時とか泣くよ。全然泣くよね、ポンズね。今いい子です。いい子っていうか今テンション上がってんのかな。あやみんのワンコは配信中吠えまくってた。そうなんだ。アジサイ。よその犬には吠えますか。よその犬にはね、怯えまくってね、吠えません。
んか散歩とかしてたり広い公園とか行ってワンちゃんいても全然自分からコミュニケーションとか取りに行かないタイプの犬です。人見知りなんかな。自分を犬だと思ってない可能性、それはねいつもね言ってる。犬だと思ってないらしい。広い公園でポンズがすごいテンション上がって超ダッシュしてたんですよ。そしたら目の前に犬がいるっていうのを分かった瞬間急にこう斜めに走り出した。あれすごかったね。逃げたんね。っていう犬です。かわいい。犬派ですか猫派ですか皆さんは。ワンちゃん圧倒的犬。両方犬、どっちかといえば犬、犬、両方犬、断然犬、猫、鳥、猫、うん、犬かな、犬、猫。私は犬、けど最近猫可愛いなって思うようになってきた。ファンの方も猫飼ってる人が多い気がする。お話し会とかでも猫ちゃんいる人いっぱいいる。猫ってさ可愛いよね。ツンデレなんでしょ。猫は小さい時はじゃれて可愛いけど大人になるとご飯の時しか来ない。そうなんだ。そうなんだ。マリカちゃんは犬いつから飼ってるの？クッキー飼ってて前ワンちゃんダックスの。クッキーは小学生保育園ぐらいからいて、でクッキーとさよならしてポンズは5、6年前かな。だから人生、私の人生半分以上
3分の2ぐらい犬といるかも。そう考えるとすごいね。なんかこの前バズってた、何バズってた動画があって、ツイッターで出てきたんだけど、なんかワンちゃんが庭で、庭にいたちっちゃい赤ちゃんの猫をなんか家の中に連れてくる動画があって、なんだろう、その猫が迷子だったのかな、わかんないけど、超ちっちゃい猫を犬がこうこっちだよみたいな感じで言って連れてきたり、階段はこう噛んでこう上げてあげたりとかしてて、かわいいと思っていいねした。ヒダヤもワンちゃん乗せてましたねインスタに載ってた。チョコ、ヒダヤといると必ず1回はワンちゃんの話する、お互いの。服部も乗せてましたね、ワンちゃん。って考えると8メンバーはワンちゃん飼ってるメンバーのが多そうだね。ハッチとかさ、そう、ヒダヤのワンちゃんはさ2匹2人いてさ、チョコと黒、性格が違うんだよとか言っていつもいろんな動画見せてくれるんだけど、本当に可愛いの、性格が違くって、マイペースなワンちゃんと、なんか自分可愛がってっていうワンちゃんとみたいな、超可愛い。2匹いるのいいよね。ポンズちゃんいるの？いるよ、ここにいるけど、今はゴロンってしてますね。はしゃぎすぎたかな。なんかペットショップとか行ってもプードルがすごい多い気がするな。でもさ、毛もあんま抜けないし、頭もいいらしいよね、プードルって。でもヨークシャテリア可愛くないですか？足短くて毛長くてヒゲみたいな生えててみたいな、可愛い。あとポメラニアンも好き。豆柴もそうだね、一人暮らしでワンちゃんは飼える自信ないな。たまにさ東京とかでもさ、超でっかいワンちゃん散歩してる人とかいません？え、人入ってるってぐらいでっかいのとか、毛も長くて、あれはなんて名前なんだろう。サーカス始まるんかと思うくらいでかい犬連れてる人いる、わかるいろんな種類のいるよね。そう、なんかリアルプードルとかさ、ゴールデンレトリバーみたいのもあるし、え、こんなの初めて見たっていう犬もいたりとか。そういう人って大体2匹とか飼ってません？あとアウトレットとかにもいる。
人ぐらいでかい犬、そういう人絶対2匹ぐらい飼ってるイメージなんだけど、か同じワンちゃんの友達といるとか。あ、お金持ちさんなんだ、大きいワンちゃん。すごい、アウトレットめっちゃ犬いますよね。アウトレットってどんなアウトレットもいるイメージ。最近サービスエリアによると結構ペット連れてくる人多くなった。へえ、サービスエリアって楽しくないですか？結構好き、でかければでかいほど好き。ソフトクリーム食べる、なんか去年のちょうど1年前ぐらいかな、もうちょい前かな、短編映画の撮影して、でそれの内容が結構重い話で、私がなんか自殺をしに山奥に行って、で人と出会って助けてもらうみたいな内容ので、だから演じていても結構メンタル病むみたいな感じで、でやっぱ重いし求められるお芝居も難しすぎて結構本当に無理でしんどかったんですよ。まあもちろんその分やりがいもあったし、やってよかったなって思って、あ YouTube で公開されてるんですけれども、ぜひ見てほしいんですけれども、それがね、あれはどこだ、那須、那須かな、那須の山で撮影したの、何泊かして。で本当にしんどかったから、内容的にも精神的にもやっててめっちゃしんどくて、でその一番ハードなシーンの撮影が終わってクランクアップだったんだけど、もう本当に嬉しくて、もうね走り回ってたの山を、終わったって、ではい終了ですってなって、もう走って撮影の場所からその楽屋みたいな控え室まで結構山の道だったんだけど、走って行って終わったってなって、帰りサービスエリアで食べたアイスが本当に美味しくて、でものセブンティーンアイスだったの、もう夜だったからアイス あるじゃないですか、サービスエリアってソフトクリームとか、その時間も終わっちゃってセブンティーンアイスだったんだけど、本当に美味しくて、忘れらんない、もうね一人で食べたけどめっちゃ美味しかった。何味とか覚えてない、もう何終わった後のアイスが美味しいっていう思い出。あれは何サービスエリアだろう、わかんない、横川、横川ってあるよね、よく行くイメージ、なんかベンチみたいなところに座ってセブンティーンアイス一人食べて美味しかった。ぜひ見てください YouTube、 私のツイッターの多分ところに貼ってあるはず。そう、20分の短編映画、20分なんですけど、その20分に監督の思いもすごい詰まってるし、
なんかね、一応2本立てになってて、私は1本しか出てないんですけど、もう一つの方も、そっちの方が私演じたマリノが出てはないけど一応関係してて、懐かしい。でも嬉しかったな、本当。なんかね、私が AKB だからとかアイドルだからできなくてしょうがないっていう妥協は全くしない監督で、それがすごい嬉しくて、アイドルだしできなくていいかみたいな諦めを一切してくれない監督で、もうそれが本当に嬉しくて、だから私も頑張ろうって思ったし、何回も無理ですみたいななったけど、いやできるってやろうって言って、で撮影も何テイクもやってくれたり、リハーサルも、リハーサルとか稽古っていうんですかね、事前に何回もレッスン場みたいなところで練習したりとかもして、試行錯誤してああいう作品になったんだけど、そうで監督がそうだから、他のカメラマンさんとか照明さんとか全チームがそうしてくれて、でしかも調理師、もともと調理師だったっていう設定の人を演じて、で料理作るシーンとかあったからフードコーディネーターの人が来てたりとかして、でその方もなんか私の役に感情移入してくれて、撮影カットかかったら実は脇で袖で泣いちゃってましたみたいな言ってくれたりして、すごいいいチームで、なんか忘れられない作品でしたで相手役の方も何テイクもしていく中で、こう私がなんだろう、気持ちの乗せ方みたいなのを変えてったら、その相手役の方がなんか涙流してくれて、なんか刺さったらしくて、で一回撮影中断になったりとかしたりとか、なんかすごい人の心を動かせた瞬間を感じた現場でもうなずくのやめて恥ずかしいんだけど、うなずくのやめてくれる視聴者になるのやめてうんうんってうなずいてんのミスド食べたかと思えば掃除して、はあ、ポンズは寝てるし、目閉じて寝てる？はしゃいじゃったからだよ絶対、さっき早着替えで。ミスド、私もミスド食べました。ハニーゴールドファッション3つ買ったよね、3つ買った、買いすぎた。でも明日も食べるからいいんだ。あ、やばい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 、取れちゃった、間通すだけだよね。これもいただき物です。これはどこで売ってるんだい、こういうの。海外の方からいただいたやつだから、海外買ったのかな。やばい、でポン酢が起きた。すごい話しそれたわ。なんでこういう話になったの。ういよ、あー
あ、ベイクのコラボやってるよね。食べ、あ、ベイクは食べてないや。リンゴのコラボは食べました。もともとリンゴ大好きで、あのアップルパイのお店リンゴっていう、あれ大好きでよく買うんですけど、それと味噌だがコラボって、と思ったらちゃんとリンゴだった。味がベイクはね食べたことないけど買った。今日食べよう。じゃあベイクも好き。いいよね、ミスド。ハニーオールドファッション一番好き。あとミスドにピザがあったこの前。あの池袋で舞台やってて前に、でだから帰りにミスド買ってこうと思ってミスド寄ったらピザがあってびっくりしました。気になる。あと一回ホットドッグみたいのも食べたことあるんですけど美味しかった。そういうのも美味しいんだろうな、お食事系も。ポンジュ、ポンジュいなくなっちゃった。だっているよ。かわいい。冬になったら肉まんもある。そうなんだ。本当に肉まん、いいね、ミスド。大変。半年前ぐらいにさ、大量売ってないんだけど、半年前ぐらいにポン酢の歌作ったんだよね。誰にも言ってないけど、ピアノのアプリが入ってて携帯にポン酢が可愛すぎてお風呂入りながらメロディー作って、ポン酢が可愛いっていう歌をね作ったことがあるの。でも途中でやめた。もう方向性見えなくなって恥ずかしい。ちゃんと録音とかしておけばよかったな、記録。すごいゆっくりなメロディーだった気がする。記録しとけばよかった。やっぱ今日幽霊の日だね。幽霊の日ポイントって出てきてる。そうらしいよね。なんか車乗ったら今日は幽霊の日ですって言ってたもんね。はあ、じゃあそろそろ終わりにします。突然のポン酢おいで、バイバイって、おいで、おいで、おいで、やだって、ポン酢来て。ほらほら、大根大根。見てくれてありがとうって。ランキング読むよ。20位、20位フット群マニア、ありがとう。嫌がらないで。ありがとうございます。19位、ミッキー、ありがとうございます。18位、なお群マニア、ありがとうございます。17位、さっさん、17位、さっさん、ありがとうございます。16位、グワポ群マニア、ありがとうございます。ポンズ、ダメだ、
15位ハジーありがとうございます。聞こえちゃったよ、ありがとうございます。14位ケンありがとうございます。13位コバ群マニアありがとうございます。12位ホアンありがとうございます。ほらよいしょ。11位ファバジーありがとうございます。10位ジェリーありがとうございます。9位土地太郎丸エンジェルランドインパリーありがとうございます。あ、8位ポンズ、8位ポンズだってありがとうございます。7位ジンガヤ群マニアありがとうございます。6位ピヨザキ配信楽しかったありがとうございます。5位ニヤコブルー群マニア研究生ありがとうございます。4位チャー群マニアありがとうございます。3位ワイマツ四つ葉ポンちゃん可愛すぎやったーありがとうございます。ポンズ可愛すぎだって、無視無視です、無視ありがとうございます。2位りょう幕張の群マニアありがとうございます。そして1位は三国屋善次郎群マニアありがとうございます。あ、アイコン猫だ、猫派だね、ありがとうございます。ポンズ最後に挨拶、ポンズおいで、ほらこれいるね、最後に挨拶、よしねえおやつ食べて逃げちゃった、それ食べたら来ておいで、ポンズおいで、最初は来たのにな、おいで捕獲、よいしょバイバイって、だるそうバイバイありがとうございました。あバイバイあ面白い、バイバイってバイバイ、またね、可愛がってくれてありがとうね、バイ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 。